それは先生の軽い一言から始まった。ねえねえ、この中で一番力がある人って誰かな。私です。あ、みんな主張するんだ。いやいや、オリビアやカスミさんは無理でしょう。私に勝てるイメージ全然湧かない。この中で最強なのは私。花子が一番弱いでしょう。キャシャキャシャだもん。ま、そういう意味ではカスミが一番ボリューミーだし強いかもしれないけど。そうですね、軽くひねりつぶしてあげますよ。いやいや、実はさ、先生が一番強いかもよ。先生こう見えてもプロレスやってた友達に腕相撲で勝ったことあるんだよ。へへん。そうなの。じゃあ開催しますか。第1回アソキャン腕相撲大会。じゃあまずは先生から。よーし、みんなを一瞬で倒してやっぞ。あの先生、プロレスの友達に勝ったって話は嘘？なんでそんな嘘？無理でつい。じゃあ全然終わったことだし、1回戦始めます。まずは私とオリビア。じゃあ位置について始め。おお、いい勝負。やっぱオリビア思ってたより強い。これは 40% くらいの力。今から本気出すよ。いくぞ。どうしよー。マジで 40% なの？本気出されたら確実に負けちゃうじゃん。ならば負けの手。このガムテープは粘着力の強い方ですか？勝者本田さん。したんですか？話したんですか、オリビアさんに？え？何のことですか？私はただ粘着力の強いガムテープという極めて一般的な言葉を言っただけですが。何ですか？かすみさんの弥生趣味と何かご関係があるとでも？花子、卑怯だ。思い出しちゃったじゃん。何よ？体育倉庫で先輩に。ほら！それからどうしたの？じゃあ次はオリビアとかすみさんね。はいはい。あ、オリビア。ん？あなた、かすみさんに負けたらこの中で最弱決定よ。くそ、何が何でも負けたくない。じゃあ位置について、よーい、スタート。手首が入っちゃってる。オリビア、すでにエクトプラズム出そう。ああ、オリビアさん、残念でしたね。あなたが最弱です。まだだ。こんなところで私は死なない。どこかに起死回生のチャンスが。あの先生、さっきの英語の授業で聞きたいことも。あ、青空さん、どうぞどうぞ。いや、でも渡り込み中でしたら後でも。待って、青空さん。ん？かすみ、私に負けそうだから応援してあげて。耳元で大丈夫やって。早くしないとかすみが負けちゃう。本当に野村さん、頑張って。はい、シャシャオリビア、ウィー、卑怯です。いやいやいや、元気注入してもらったんだからかすみも本望でしょ。あれ、この流れだと誰が一番になるか分からなくなっちゃったね。じゃあ次は本田さんと野村さん。よーし、かすみさんの手首返しさえ封じればこの勝負勝てる。はい、はじめ。うわぁ、こっちが先に手首返し。一番最弱っぽい。じゃあどうなってるんだろう。上手に全員一勝一敗になったね。もういいよ、みんな同じ力ってことで。はい、必ずおしまい。いや、花子ゲロ弱そうだったよ。何言ってんの、全員一勝一敗でしょ。そういや、青空さんは腕相撲ってどうなの？え、い
よ。私は全然自信ないよ。やってみる？いいよ。彼女たちは知らなかった。本当に強い人ほど控えめであるということを。